はい、皆さんこんにちは、矢部ゆうなです。どうも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 。はい、今回はですね、早稲田周辺の古着屋さんをちょっと皆さんに紹介していこうと思うんですけど、見てください、このパンツ。このね、パンツを4年前か5年前ぐらいにちょっと買ったお店に久々に行ってみたいと思います。こちらが丸美商店さんです。私でも 4年ぶりぐらいですよね。オーナーのコッペさんは DJ とかもやられていて、この間本当にキンキンで現場一緒にやらせていただいた中です。よろしくお願いします。はい、一応70年代から現代までの、国内の古着を、国産の古着を一応こう扱ってるって感じですね。なのでレディースものが大体7割あ、そうなんだ、ぐらい。メンズアイテムも基本的には女の子が着ても可愛いやつを一応、これ覚えてます？覚えてる。これね、可愛いんすよ。そう、4年前に本当に一目惚れして買わせていただいた、ね、日本古着って結構愛知とかの大須とかに多いイメージがあるんですけど、東京とかでね、やっぱ下北沢とかだと US 古着とかが多いから、日本古着欲しい人はここに来るべきですね。レディースの、はいはいはい、そのアイテムの仕立ての良さに、洋服自体のそのクオリティの高さが好き。あー、でもあれですよね、ワンピースとか可愛いですよね、日本古着の。サイズが合いやすいんで、ワンピースなんか顕著に出るじゃないですか。確かに確かに、可愛い。こういうのちょっとウェスタンっぽい感じが可愛いですね。これも80年代ぐらい。へえ、めちゃくちゃ状態良くないですか？頑張ってます。頑張ってます。はい、頑張ってます。リメイクだったりも、リペアとかもやってるんで。へえ、すごい、うん。お直しとかもやってるんですか？やってます、やってます。あ、そうなんだ。リサイズとかもできますよ。へえ。あ、スタジャンが、え、スタジャン安すぎませんか？今ね、高円寺とか。絞ったとこみんなスタジャン着てるっつって。いや、そうなんですよ、今めちゃくちゃスタジャン出てて。待ってください、ちょっとみんないくらだと思う？これなんと4800円。どういうこと？サイズがちっちゃいからとかですか？っていう、全然。うちは基本でもアメリカの袖のあるやつで、まあ6800円ぐらい。あ、なんだ。袖がレザーのやつ、はい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 、でオールウールのやつで、まあ仕立てがいいし、それ多分90年代とかに作られたそのブリカのやつだから、まあそのぐらいの値段。へえ、お手頃価格っていうのも頭にすごいあったんですよね。お手頃価格。丸美商店安いっていう。そうなんだ。そうそう、レザーとかもだって4800円ですよ。80年代。なんだこれ、すごい。何これ、コート？コートです。すごい、想像以上にでかかった。ロシア軍。うわー、かっこよ。これインナーもついてるんだけど、はいはいはい、インナーだけでなんか着てもいいんじゃないかっていう。なかなかあったかそうだね。うわめちゃくちゃでかい。こんなん着てる人いる？めちゃくちゃでかい。でも超あったかいよこれ。これ4800円だっけ？マジ毛布。寝袋。かわいい。これライナー取ったらもうちょっと薄くなりますね。そうだね。うん、かわいくない？どう？今年はカーディガンを。ね、カーディガンが。もうそろもう多分。来ます。うん、気がする。あと今年の春は俺はセブンティースのブラウスをつけよう。へえ。いつも履いてるドリアのパンツとかベルボトムとかに合わせたら、トップスはちょっと小さくなるんじゃないかなっていう予想です。はい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 、確かに確かに。今フレアとかめっちゃ流行ってますもんね。めっちゃ履いてるね。私もそれこそね、フレアのパンツここで買ったんだけど、マジフレア欲しい人、丸美商店来たら買えるよっていうぐらいフレアがすごい充実してるお店です。形超綺麗だもん。国産の。はいはいはい、デニムで、国産のデニムのフレアだと、はい、竹詰めしてもフレアがなくならない。あ、そうなんだ。やっぱりリーバイスとかだと膝の位置がすごく下にあるから、足の長さが長いから、だいたいこう646517とかは切っちゃうと、まっすぐっぽいですよね。まっすぐっぽくなっちゃうっていう。あ、まあ確かに。でも
やっぱアメリカのサイズと日本人のサイズは違うですからね。そう、もう本当にここは日本人に合ったパンツがあるので、かわいい。ここにちょっとなんかレトロなコーディネートしたいな。ぜひしましょうか。アッペさん監修のそのパンツをでも生かしたいな。レトロファッションショー、わあでもかわいい、見て、それめっちゃかわいい、このカラーの合わせ、レザーですね。それはあれですね、US モデルです、ね、US なんだ。なんか遊び心があっていいですね。めちゃめちゃいい。それにしても安いな。うちがだいたいニットが2500円からだってこれとか2300円だよ。お花柄ちょっとハマってるんだよね。あ、そうなんだ。これとかもすげーかわいいんだよ。ニット柄がかわいい。これに合わせてもしょうがないこれに合わせてもしょうがないんだけど、カーディガン可愛いですね。そう、カーディガンはね、今年ちょっと押してて、そうそうそう、じゃあなんかカーディガン着ちゃいますよ、私。あんまりスカート履かないでしょ。全然履きません。あんまイメージないと思うんですけど、全然いけます。チェックするカーディガン可愛いですよ。まあ中から見たら可愛い、ね、何柄？ガーフィールド。あ、なんかいる、ガーフィールド可愛い。めちゃくちゃ可愛い、超かっこいい。俺だよ、こういうおしゃれなこう街では見なくなる。見ない。こういう、もうここまで、ここまでガシガシにやってる子っていない。ベルコ、ベルコ剥がしよう。ちょっと緩いんだよなこれ。一番バッチバチのなかったっけ。切れました。かわいい。オープンするね。はい、じゃーん、どうですか。違う、え、違います。やっぱスカート履かないからかな。あーでも、かわいい。ありがとうございます。なんか多分こういう、はい、ベレー帽、ベレー帽かぶりましょう。なんか、うん、この黒のタートルネックとレザースカート合わせることによって、そう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 、このカーディガンの主張がすごくはっきりしてかわいいです。これだけで、これで、このニットがすごく落ち着く、ファーが入れることによって、その何、ものすごくこう今っぽさと、あとこうなんか可愛らしさも、お上品さ、お上品になるっていう。可愛い。しかもまあリアルファーは今ご時世的にちょっと作らないんで、新品では古着で買うしか、あの動物愛護ので、結局生産されるのは基本的にはフェイクファーが多いですね。めっちゃ高い。てか、これ8800円なんですか。一番切らないんだよ、やば。そっからでも、はい、あれです、雨割りと今 20% ぐらい、25% ぐらい。どういうこと。7000切ります。マジで欲しい。で、セールしてない時は額割りも 5% オフやるんで、雨の日で通常だったら 10% オフで完成される。すごい。じゃあ両方のセール一緒にできるってこと。そうですね、すごい。そんなお店ある。楽に行ってきます。じゃーん。どうですか。めちゃくちゃサイズいいんですけど、カウガールですね。そうです、アメリカゴリゴリセブンティーズカウガール。あー、私やりたくても、やっぱこういうのって、うん、しっかりガチガチに集めないとできないコーディネートじゃないですか。そうだね。そう、だからこそやっぱお店でできる。かわいい。なんか似合ってません。似合ってます。シャッシャッシャッって研究の人ガーンってやりそうな。めっちゃおしゃれじゃん、日本人。こんな着てたの、日本人。そう、バチバチにみんな着てたわけですよ。25% になるということで、ベストを買いたいです。2900円です。嬉しい。なんかフィッシングベストとか結構もう流行ってると思うけど、デニムベストってやっぱ着る人限られるから、そういうのを着こなしたい。かわいい。サイズ感マジぴったり。ということで、丸見商店いかがだったでしょうか。私も思わずベストを購入してしまいました。いろんなセールもやってるらしいので、インスタグラムやツイッターの方ぜひチェックしてみていただけると嬉しいです。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。ぜひ行ってみたいなって思った方は、いいね、コメント、チャンネル登録、あと通知音をオンにしてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。行ってみてね。